こんにちは、陽介辻です。今回のテーマはやりたいことがあるけど一歩踏み出せないあなたへというテーマでお話ししていきます。何かやりたいことがある、目指しているものがある、目標がある、夢がある、この動画を見ているということはやりたいことがあるけど一歩が踏み出せなくて悩んでいるということですよね。結論から言うとやりたいことがあるならやるしかないということです。というよりやらないと必ず後悔する時が来ます。考えてほしいことは人生を終えようとするときにどう思うのか、これが基準になります。あの時やっていればよかったなと思うのか、もしそう感じない場合は本当にやりたいことではないかもしれません。やりたいことに向けて一歩踏み出せない理由って何でしょうか。お金の問題、家族の問題、今やっているお仕事の問題、地域とか国、時代、理由を探せばいくらでも出てくると思います。それを一つ一つ解決すればいいのですけども、それをやっているとめちゃくちゃ時間がかかります。というより一歩を踏み出せないことの方が多いんです。多少無理な状態の時、これは厳しいなっていう時が案外タイミングだったりします。準備万端の時ではないということ、そういう時ってめちゃくちゃ不安や心配って出てきます。私自身も独立する時、店舗を構える時、ずっと働いていた場所を辞める時は非常に勇気が必要でした。思い切って踏み切って突き進んだ時、もうそれはやるしかなくなり、後ろを振り向けない状況になりました。決して順風満帆ではなかったんですけども、困難なことも増えたように思います。ただワクワクしかなかったんです。ワクワクがあれば楽しんで物事を取り組めるようになります。行動をやめることがなかったんですよね。その結果うまく物事が流れ出し、うまくいくことが増えました。一歩踏み出して思うことは、あの時やってよかったなということです。苦しいこともありましたけども結果的に良かったということです。現在不安や心配はあると思います。すぐにはできないかもしれません。そこで考えてほしいことは、今できることって何かなということ。今すぐできることをすぐやってみるといいです。すぐできることでおすすめなことは、やりたいことを人に話すことです。人に話すことはお金かからないし、すぐできると思います。 LINE とかメールでもいいと思います。あなたの思いを出していくことがまずは第一歩ではないでしょうか。もし否定されたり、そんなの無理よと言われる恐怖もあるかもしれません。言われることも結構あったりします。もしそんな言葉をもらったとしたら、その言葉はあなたが心の中に思っていたことが単純に表に出ただけなんですよね。ご両親や身近な大切な人たちは本当に心配で言っていることがあります。そこでどう捉えるかはあなたの受け取り次第なんですけれども、よくよく考えてやっぱりやりたいってなる場合は大いにあります。その時はやりたいことをするために今はどんな準備をしてどんな行動をするのか、それが示しになり応援されるきっかけになります。ということはやはり一歩を踏み出すしかないということです。やりたいことをするために行動して起こった出来事は結果です。行動しなければ起こらなかったことでもあります。それが成功でも失敗でも人生において貴重な経験となり、大きな成長としてより良い人生の一つとなります。だから思い切って一歩踏み出してはいかがでしょうか。何か起きた問題はその時に考えたらいいと思います。もしよかったら事前に起きそうな問題を書き出したりして、失敗しそうなものを先に潰しておけばある程度は防げるのかなって思います。よかったら実践してみてください。最後になりますけども、やりたいことはやる、自分の人生が必ず輝く未来が来ると信じて一歩踏み出してみてください。大丈夫です。思い切って突き進んでみてください。輝く未来になることを願っています。応援してます。では今回は以上となります。チャンネル登録や高評価のいいねもよかったらお願いします。最後まで聞いていただきありがとうございました。
あなたのことを応援してます。陽介辻でした。